吉田さん、過去が輝かしいものになるのかそれとも過去に引っ張られて今日という現実があるのかまあ過去がねいいものか悪いものかってことなんですけどもそれはやっぱり結果を出したかどうかによって評価されるところが大きいなと私も思うんですよ。例えばね幼い頃モテなかった少年の頃いじめられた女っ気なしだっただから自分を振り返ってあこのままじゃいけないなと思ってモテモテのモテ男になるそんな30代40代があって。 ああ、あの頃モテなかったから、俺は今モテてるぞ、になるかもしれないですし、下手にね、小中学生の時モテちゃうと、うん、ああ、俺結構いけんじゃないかなと思って、女性の好みがね、見た目より、なんかもっとね、内面に移り変わる、30代、40代ぐらいになった時に、うん、まあ、見かけはいいけど、中身がないみたいなね、うん。 全員と能力のない色男みたいになっちゃったらね、これも目を与められないですから、結局は、あの、過去が悪いものなのかいいものなのかってことは、今は結果を出せてるかどうかですよね。うん、やっぱそれはね、私も思いますねで。ちなみにね、常識の話ですけども、これから私寝ます。毎日こんな感じです。5時に夕食とって、6時にお風呂入って、もう大体この時間には床に入って、8時には完全消灯なんですよ。ね、麻雀店の頃は、 ここからもう一山、うん、全然違いますよね麻雀店の頃はそうですね18時まで営業と18時から営業っていうふうに分けてましたけどね12時にオープンして6時まで6時間それから6時間経って24時までこの前と後ろで大体客入りとか売り上げを分けてたような気がしますけどもだから寝るのなんてね、うん、帰るのが大体深夜1時ですから そっから飲みにに行っってなななんんんだ時時とかか、るんですよ。なんか外が明るくなってから寝るみたいなねでお昼前起きるみたいな全然常識変わりましたね乾杯あんな暮らしはゃいけないと思う日々を送っていたから今に至る、うん、だから今一つの結果が出てるんで過去いろいろあったこととかね借金があったこととか惨めだったこととかホームレスだったことがと全部 なんかねバネになったと言えますね今ならね後付けで、うん「いってらっしゃい」。